おはようございます。今日も見てくださりありがとうございます。お弁当作るよ。今日はね、あれセリアのカヌレ型を使って白だし卵ね。私の喋り方が遅いから分量消えちゃったでね、卵1個でね、カヌレ型が3つできるのよ。だからさ、卵2個使って4個作ったんだけど、卵液が残っちゃったからね。卵液はね、あれ何、副菜に使った。でね、このシリコン型に流し入れて、さ、取れにくいとかって玉ねぎ聞くけど、そしたらさ、薄く油をね塗ったらね、パコーンって外れるよ。そしたら沸騰したお湯に、お湯はね、もう1センチぐらい、お湯は1センチぐらいしか張ってない。あんまりお湯が多いとさ、卵の中に水が入っちゃうから。そしたらね、弱火で2分、あとは余熱で勝手に出来上がってるからね。そしたら人参はまず斜めに薄切りをしてから、細切りにするよ。人参しりしり言えない。人参しりしりを作ろうと思ってたけどさ、なんだあれが残るから、卵液が残るからね、インゲンもね入れちゃった。冷凍の緑が入れば見た目がいいがちょ思ってで、ウインナーに切り込みね。そしたら鶏肉はさ、厚みを均等にするよ。しなくてもいいけど、してた方がさ、火の入りも均一になるし、味なじみも良くなるからね。そしたらね、これを食べやすい大きさに切るよ。ちょっと大きいけど気にしないでね、塩コショウを軽くピャーっと振る。これ裏表ともね、軽くでいいよ。そしたらね、これなんだっけ、小麦粉をまぶす。小麦粉も裏表ね。そう、今日は息子の大学病院だからさ、帰りにね、業務スーパーに寄れたらいいなとかは思ってるんだけど、私田舎もんだからさ、2車線なんとかね、2車線までの運転はドキドキしながらもなんとかいいの。2車線、3車線両方でさ、4車線とか、あとね、鹿児島は路面電車も走ってんのよ。だからね、そんなのが走ってたりするしね、交通量が多いからね、ちょっと怖いなって。なんか最近新しい店舗もできたみたいだけど、ちょっとそこに行くには私にはとてもハードルが高いなと思って、いつもの私立病院のそばの業務スーパーに寄ろうかな、それとも、もうどうせまた金曜日も鹿児島まで病院に行かんないかんからさ、金曜日に行こうかなと思いつつも、今日は水曜日だから業務スーパーの入荷日でしょ。フランクフルトがあるんじゃないかと思ってさ、行きたいとは思いつつ、自分のね運転に自信がない。田舎者だから、山道、田舎道、獣道は大丈夫だけど、2車線、3車線路面電車が走ってる道路は恐ろしいです。困っちゃう。そしたらこれね、冷凍のインゲンも入れてさ、ごま油で炒めてるよ。大丈夫かな。まあ行けたら、気が向いたら行こうね。もう地元の話をするけどさ、産業道路どこ225号線、あの辺を走るのもドキ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 するのよ。車も多いからね、もうほんとドキドキよ。心臓がバコバコする。
そしたらこれはツナを入れてさ、もう調味料もおそらく入れたね。もう調味料はね、鶏ガラだしと塩コショウと味の素をピャッピャッピャッて。そしたらね、あの白だし卵に使った卵液が余ってたから、これで閉じるちゅうの、卵でこう一緒にね。でね、お家で食べる分なら半熟が美味しいけどもさ、一応弁当だからね、しっかりめに火を入る、入る、はい、あ、だだだだ、何？火を入れた。で、油を熱して、鶏肉をね、皮目から焼くよ。いつも便利な5本箸。この前やけどしたところはいつの間にか治ってた。これね、片面1分半焼いてる。そしたらね、裏返して、このさ、前使ってた猫さんのトングがプラスチックだったから溶けちゃったんだけど、木の猫さんを見つけたからね、あの、またいつもの18番アマゾンです。で、蓋をして1分半蒸し焼きね。そしたら合わせ調味料ね。たらね、このさ、タレをしっかり絡めつつ、みりんアルコールが、あ、みりんアルコールってみりんと酒が入ってるから、1分ぐらいこんなしてさ、なんていうの、タレを絡めながらね、捨てればアルコール分も飛ぶから。ね、ブラックペッパーはほんとたっぷりめが美味しいのよね。朝っぱらからあれだけど、ビールのつまみにもよかです。これでね、鶏の山賊焼きもできた。これ娘もとても好きなのよ。で、白だし卵もできたね、型からパコンと。そしたら詰めるよ。バランで仕切って、そう、今日はね、私が病院でさ、あの息子の病院でいないからさ、送り迎えができないのよ。だから娘はおうち弁当だからね、わっぱにした。持っていく時にはね、普通のプラスチックののがいい。プラスチックなんだろう、なんか普通のお弁当箱がいいみたい。で、これなんだっけ、また忘れちゃった。なんでこんなすぐ忘れる。もう私が思い出す間に進んじゃってる。鶏の山賊焼きは立てかけて詰めた。そうそう、これが痛かった。で、カップを敷いて、ここにさ、人参とインゲンのツナ炒め、なんだろうな、卵で閉じたやつ、名前のない副菜。名前をつけれないけどね。それをば詰めてさ、でね、ウインナーをさ、まだかいいな、詰めるんだけど、ちょっとね、入りにくいから、ちょっとお箸で持ち上げてからね、入れてあげる。娘の方もね、同じね。そしたらね、このさ、カヌレ型の真ん中がポコンとへっこんでるから、ここにグリーンピースを乗っけて、なんかお花みたいと自分で思った。で、ミニトマトね。そしたらね、これ花ちりめんふりかけ。花ちりめんふりかけも彩り野菜ふりかけもさ、綺麗な色なのに美味しいのよ。これでね、今日のお弁当の出来上がり。週の真ん中水曜日、疲れが出てくる頃だけど、ゆるく頑張ろう。で、材料と分量、これね、また概要欄にも書いとくね。最後まで見てくださりありがとうございます。ではでは、良い一日を。